週刊ベースボールはベースボールマガジン社が発行する野球専門週刊誌。1958年創刊。一般的な略称は週ュなお別冊として発行している雑誌についても合わせて記述する。1958年3月、従来月刊誌として同年4月号まで発行していたベースボールマガジンを解体する形で4月16日号を 発売、創刊バックナンバーも従来のベースボールマガジンから引き継いだ。通刊は、ベースボールマガジンから引き継いだが、通算号数は、この1958年4月16日号から、増刊を含めてカウントしている。同年は、女性自身、週刊名星をはじめ、数多くの週刊誌が創刊された年であり、週、ベも、また当時東京六大学野球リーグの、 スター選手として活躍していた長島茂雄のプロ入りを契機に誕生した。総冠号の表紙は長島と同じく東京六大学で活躍しており、巨人で三遊間を組む広岡達郎が並んだ写真が飾られる。当初はその長島をはじめとして巨人に関する記事が中心の構成であった。これは1965年から巨人が9連覇を 達成するなど、日本プロ野球を牽引する存在であり、州、米をはじめとしたマスコミも、必然的に巨人中心の報道している流れがあったためである。一方で、12球団のみならず、当時貴重な情報であった大リーグの記事も掲載することで、バランスを確保していた。その上で、一貫性があり、中身を伴っていた記事も評価され、選手や監督も、 大きな信頼を寄せていた。以降、様々な週刊誌や野球雑誌が週刊していく中で、野球を専門的に取り上げる雑誌として、生き残り続けた週刊ベースボールは、日本プロ野球全体を支え続ける雑誌に成長。後に、プロ野球で活躍している選手で、少年時代、修部の愛読者だったという例も見受けられる。選手にとっても週、週部に、 自分の記事や写真が載ることは一つのステータスであり、特に表紙に載るということは、名誉なことであった。あらゆるメディアが野球を多角的に取り上げるようになった。現在も、豊富な情報量と相関時のポリシーを貫いた記事は、現在で、野球関係者を含め読者に受け入れられ続けている。1993年6月7日号で、相関2000号を迎えた時には、 創刊以来の雑誌の顔であった、長島、王座田春による特別対談を掲載。2008年には、創刊50周年を達成。50年間にわたり、プロ野球の情報を提供し続けた雑誌として、その歴史も認知されている。2010年7月21日発売の8月2日号で、創刊3000号を達成。長島のインタビュー、を 山田久志の対談などのほか、歴代集部の表紙を100号を機きに紹介した。また、8月16日号まで3週にわたり、3000号記念の特別付録として、スペシャルベースボールカードが封入された。現在は毎週水曜日発売。後日の企画のほか、注目されている野球界の話題に関する連載やコラム、約三つルの4コマ漫画、読者によるアンケートのコーナー、 独立リーグや日本国外のプロ野球リーグに関する情報などが掲載されている。総刊当時の大事は、ベースボールマガジンのベースボールの文字を右に傾けた時代と、その横に縦組で同じく右に傾けた習慣の文字を入れたデザインを採用。以来、サイズの変更があったものの、字体に変化のないまま、1999年4月12日号まで、 表紙に使用された。1999年4月19日号より、初めてデザインを変更。ベースボールの字体を引き継ぎつつも、週刊の文字が、車体の縦組みから、正体の横組みとなり、右上に小さくゴシック体で表記されるようになった。2001年4月9日号まで使用。2001年4月16日号より、ベースボールの文字が縦に圧縮された字体となり、 右上に太字語疾区体で、週刊の文字が、右下には新たに、英文表記、ウィークリーブスボールの文字が入った。2002年4月8日号まで使用。2002年4月15日号より、週刊の文字が右下へ移動し、すぐ横に小さく、WEEKLYBASEBALL、e、の文字が入ったデザインを採用した。2011年4月4日号まで9年にわたり、 使用された。2011年4月11日号より、週刊の文字が右に傾いた事態となった。また10年ぶりに、英字表記が消えた。なお、増刊号に関してはこの限りではなく、大字のデザインが本紙と若干異なる場合や、通常の大字が使用されない場合もある。毎年2月中旬には、日本野球機構に在籍する選手、コーチ、 監督のデータと担当記者による寸評を収録した名館としてプロ野球全選手写真名館を発売している。2月1日のキャンプインで選手が一堂に会したところで個々の選手の顔写真を撮影した上でいち早く編集、製本するため他社発行の選手名館より先に店頭に並ぶことが特徴。表紙にはそのシーズンの主力、 注目選手の顔写真を並べている。ただし、発売日は、本市の正規発売日とは限らない。また、名刊号の発行以降に入団、退団、移籍した、選手、首脳陣については、シーズン中の支配下登録期限日直後に、発行される通常号に、特集扱いで紹介される。登録名が、漢字の場合には、ひらがなかカタカナで読み方を吹き、 登録名と本名が異なる場合には、登録名の読み方を紹介しない代わりに、本名の漢字と読み方を記す。上記以外の国籍を持つ選手、コーチ、監督については、登録名をカタカナで表記するとともに、本名もカタカナ及び英語で掲載する。本詞のプロ野球選手名看号が最初に、発行されたのは、総監翌年にあたる1959年の3月11日。 同大号。1959年プロ野球12球団、全選手写真名鑑の表記が入った。当時は、ベースボールマガジンが別冊付録として発行していたものと同じく1、球団2ページであったが、1960年版からは1ページに縮小され1965年版まで続いた。1965年に、ベースボールマガジンが休館したことから、 1966年版からは、1球団2ページに戻しつつ、一部のコーチ、選手については写真を掲載せずに、名簿形式で紹介するようになった。その後は一時、写真を掲載しない選手の名簿を、リーグごとに2ページの見開き形式で紹介している。1981年には、ベースボールマガジンの別冊付録に合わせて、1球団あたりの掲載規模を4ページに拡大。 全選手、コーチの写真と詳細なデータが掲載されるようになった。1983年版よりデータ項目に家族構成を追加。1984年版から出身地、血液型、ニックネーム、好きなタレント、年俸の増減、保有する車のブランド名などが追加。プロ入り後の各チーム入団年等の他に1990年版までは、 選手、コーチ、監督の住所も明記していた。掲載者数が多いチームはコーチなど1、2ページとなり、打撃投手、練習性なども同様に、球団間末に掲載。1983年版からは審判員名館や、試合日程表。1984年版からは、主な評論家の名鑑を追加。2007年版からは、 前年版まで支配下登録選手の名鑑に組み込んでいた育成選手のデータを簡略化した上で選手名鑑とは別に育成選手名鑑を設けているこのように名鑑の掲載対象が年々増えているため現在は打撃投手のデータや野球評論家解説者の名鑑を割愛選手名鑑には1球団あたり5ページを割り当てているため コーチの多い球団を掲載する場合には、2軍、育成コーチの一部について掲載スペースを小さくすることで対応している。2010年版までは長らくモノクロの紙面に掲載していた。選手の成績については、前年度の1軍戦の成績と NPB1、軍戦での通算成績を分けた上で、勝敗数、セーブ数、防御率、登板試合数か、打率、本類だ。 打点、出場試合数を文中で紹介していた。しかし2011年版のカラー化を機に、スタッツ欄を独立、投手成績に、ホールド数、投球回数、脱三振数、通算実績点、野手の打撃成績に、打席数、安打数、盗塁数、支球数、三振数をそれぞれ追加した。なお、2007年版から2011年版までは、 tbs ラジオの中継番組エキサイトベースボールの PR を兼ねて選手名刊と同じ体裁による同番組の解説者、アナウンサーの名刊を掲載していた。現在は名刊号に限って編集後期で編集担当者を名刊風に紹介している。また新旧名刊の掲載データにちなんだ特集も組んでいる。また名刊号では数年ごとに 紙面のデザインや活字をリニューアル。NPB 加盟球団のトレード、新規契約期間が7月31日で終了することから、2013年2014年の8月第1週発売以降には、途中入団選手名館を組み込んでいた。2015年からは、名館号と途中入団選手名館の内容を組み合わせた、全選手間全名館をリーグ別にカラーで編集。 8月中旬の発売号でセリーグ編、パリーグ編の順に2週にわたって掲載するようになった。創刊以来、週、米が売りにしてきたのが選手や関係者の対談、インタビューである。創刊の契機となる存在であった長島は大学時代同級生であった杉浦忠と開幕戦を振り返る対談に登場したのを皮切りに球界関係者をはじめとして 芸能界や他のスポーツ界の著名人などとの対談を通して、シューベ市場に最も多く登場した。また、1959年にはシーズン中にもかかわらず、当時同じパリーグで監督を務めていた南海ホークスの鶴岡和人と西鉄ライオンズの三原治の対談を掲載していた。寄り込み入った話を引き出そうと、ホストにプロ野球 OB 選手を起用して、 連載企画とする期間もあった。こうした対談を通じて、選手や監督の声を提供し続けている。週、ベが創刊以来売りにしてきた企画として、各選手の打撃フォーム、投球フォーム紹介も挙げられる。これは、各選手のフォームの連続写真を掲載し、OB 選手の解説を加えたもの。8ミリアイも改造機を経て、現在は、 ビデオ撮影したものが紙面に掲載されている。総監督書は今ほどビデオなどが普及していなかった時代背景も相まって選手のみならずプロ野球選手を志す少年の読者層にも人気を博した。現在は矢部圭一、大島康則、柴原洋が解説を務めている。1961年1月4日号より記録の手帳として 連載を開始、各種記録を材料にしたコラムで、ほぼ毎号掲載され、史上最多を誇る連載企画となっている。執筆は千葉港が担当。1960年に1年間担当した、1960年の勝負師という連載企画が前進で、記録の手帳の企画を依頼された際に千葉は、連載を続けられない旨を伝えるが、編集部から、 500回でも1000回でも続けますからと返されてしまい、連載が開始された。編集部に長期連載の真意があったかどうかは不明だが、千葉は長期連載のことを意識せず、ただ記録を面白く読ませるということを目標とし、その姿勢は変わることのないまま、連載回数は1980年6月2日号で1000回、2000年2月28日号で2000回を超えた。 これは企画開始当初地方では事務所を見つけて手書きの原稿を発送していた作業が1990年代後半ご旅行は E メールを送れば済んでしまったり資料を整える作業もメジャーリーグの記録がインターネットですぐ手に入るようになるなどして原稿を書く際に生じる負担が軽減されたのも大きい。千葉は創刊50周年当時のインタビューで 救済もなければそのピンチもない。もう、ここまで来ると自分から救済にしてくださいとは言いかねますからねと、連載の続行に意欲を見せている。なお、記録の手帳の1000回までの連載分を中心に、再編集した日本プロ野球記録誌、1000回以降2000回までの連載分を中心に105本を抜粋したプロ野球記録の手帳が刊行されている。また関連書として、 ベースボールレコードブック日本プロ野球記録年間がある。2000年代以降、ベースボールマガジンにおいて出張版として同志の特集テーマに基づいた企画を掲載することがある。ペナントレース中行われる不定期連載。取り上げるのはかつてチームの中心選手として活躍したが、現在は成績が低迷している選手が中心。また、 不調や故障を乗り越えて復活した選手を取り上げることも2013年度はカラーページとなった毎年ペナントレース終了後に行われる惜しまれつつ現役引退した選手へのインタビュー企画で現役生活を振り返るとともに現役生活で最も印象に残った試合を選んでもらっている選ばれるのは10年以上一軍のレギュラーとして活躍した選手がほとんどである 1980年代頃より連載を開始、読者による投稿で構成されるコーナーでもともと略される。主なコーナーは、きっといる、なんとなく似ている、なんだ製造機、魔の見え札、ダジャレ夫人の恋人、旧治演、あったら怖い、小言クラブなど。ネタの優秀な投稿者は、週間、年間で表彰され、BBM カードなどが贈られる。 1989年には、同コーナーの傑作をまとめた単行本、いきなり、ビーンボールが出版された。約三つるが同志で連載する漫画では、同企画のコーナー名をネタに流用することがある。野球文化に関するコラムレビュー。2001年より連載。野球に関する書籍、音楽、映画、トレーディングカードゲームソフトなどについて、各機構者によるコラムで紹介されている。 初期は2ページ4人の担当枠で掲載していたが、その後は1ページ2枠が基本となっている。連載小説創刊以来、推理小説、恋愛小説をはじめとした多くの連載野球小説が掲載されている。プロ野球をめぐるエピソードを作品化したものが多く、大貞春は週、でで一番印象に残っているものとして、自身の1962年本類だ。 大獲得までが描かれた小説、青春ホームラン王を挙げている。その他、主として以下の連載小説が掲載されている。連載漫画1974年からは別冊として別冊週刊ベースボールを発行している。発行ペースは原則期間としつつ、発行号名には各発行時期ごとにちなんだフレーズを入れた上で不定期に発行している。 1999年途中発行文あたりから週刊ベースボール別冊のタイトルで発行している。紙面内容は期間ペースであることから速報性によらない特定のテーマを掘り下げたムック形式となっている。取り上げる題材は概ねに本プロ野球であるが MLB を特集することもある。MLB については2008年以降、 同社が1997年から2008年まで発行していた MLB 専門誌月刊メジャーリーグを引き継いだメジャーリーグとして不定期で発行している。1990年からは本誌と並行する形でプロ野球選手から写真名館を発売している。書記号としての発売であったためシーズン途中の遺跡などに対応されていたが1991年より 開幕へ合わせた時期に大加号として発売されるようになった。1992年より観戦ガイドを兼ねたイヤーブックとして発売されるようになっている。2011年5月6日、週刊ベースボール別冊青葉号として新雑誌、週刊ベースボールプラスの第1号を発売した。別冊の復刻版が発行されることもあり、1974年秋に、 長島茂雄の現役引退を記念して発売した陶器号長島茂雄その栄光の軌跡が引退25周年を迎えた1999年10月に BB ムックというムックシリーズの171号として復刻されたほか1985年に阪神タイガースの21年ぶりリーグ優勝を記念して発行した秋期号 タイガース優勝が18年ぶりのリーグ優勝を、控えた2003年秋に、週刊ベースボール別冊集記号、爆走。2003阪神タイガースタイムスリップ1985、栄光の部員号への閉じ込みという形で表紙、裏表紙含め復刻された。1980年代頃までは、バックナンバー上の前身にあたる、ベースボールマガジンと同じく、ベースボールを名乗りながら、 野球以外のスポーツを扱った増刊号を発行することもあった。参考として、1972年には、ミュンヘンオリンピックバレーボール競技の日本代表を特集したものとして、9月30日号、ミュンヘンオリンピック栄光の日本バレーボールを、10月28日号、栄光の金メダル男子バレーボール12人のすべてを発行していた。また、 1984年から1997年まで発行していた月刊スキー情報をし、スキーイングマガジンももともとは州別王冠として1976年から1980年までスキー案内、1981年から1983年までスキーイングのタイトルで秋から冬の間に発売していた。別冊についても2006年の冬に、 鳥のオリンピックへ出場する女子選手を特集した鳥の五輪の女神たちが発売された。ありがとうございます。